来ました。これは割とでかい。来たで、来た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 。わかったで歩いてる。ステップしてる。落ちる落ちる落ちる。来た瞬間にわー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 。ちょっと待ってね。蝶々とってね。ごめんなさい。蝶々は全然関係ない。はい、ということですね。今日は海日和ということですね。今日は海に泳いでいきたいと思います。はい、ということですね。今からですね、海岸まで行きたいんですけれども、なんと今日のお昼ご飯、朝ご飯も食べてません。今日はお昼ご飯に全部費やしました。昨日見てもらった通りコンビニで節約しました。その分今日は海鮮食べたいと思います。イエーイイエーイ、うん、それでは出発したいと思います。 Let's go to キャンペーン。交通キャンペーンってなんだ。アイスター買いました。これ飲んでいきたいと思います。ゴミレンにしようかな。そうしようか。ケンちゃんはキノです。すごいな、いいことありそうやな。やったやん。アイカクエン酸を取って、でチョコパーを食べたいと思います。おいしい。んセル邪魔俺。下がる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 。危な、うん、もっと下がった方がいいかも。見えてるとは思うけどな。でも当たられたらもうあれやもんな。でも結構近かったで。近かったな。そういうでもなんか結構近い人多いよな。なんかの、うん、わか見えてるのだと思うねんけど、こっちからやられる側はちょっとやられて近寄って来られる側は怖いよな。カメラじゃ伝わらんねんなこの綺麗さ。なんていうの、道しよう。なんていうの、引きしよう。引きしよう。すごくない？こんな引いてんの。昨日あそこまで見えるな。こんな階段なかったやん。すげえ。昨日行ったっけこれ。とりあえずでもこれ U ターン背中よな。そうだね。海めっちゃ綺麗だけど、上質な海やねんけど。あ、今日行くところです。ここやん、ここ。上や。すげえ見て、ファイヤーしてます。焚き火だ焚き火だ。あ、青い。ちゃちゃちゃ。すげえ。蛇じゃないやんなあれ。めっちゃ水。めっちゃクニクニしてるやん。すげえ暑かったやろな。めっちゃ熱くなってる。めっちゃ暑そうにしてるやん。干からびないように頑張ってね。ちょっとやっぱり気になるやんな。あんなん出て死んじゃったらどうするんって感じやん。ちょっと移動させてやろう。ごめん、ちょっと触られへんで。土どっちの方が近い？こっちの方がいいかな。ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんね。うお、元気元気じゃん、元気じゃん。いけいけいけ、ゴーゴーゴー。レッツゴー、レッツゴー、ファインティングネーム。傷つかないように、頑張れ。踏まれちゃうしな。よし、ここで、なんとか生き延びろ。じゃあな。人助けしましたね。人助けというかミミズ助けをしました。まああれで生き返るかどうかは分かりませんけれど、まあ、ちょっとしたことで誰かの命を救えたらいいなと思います。まあ、めっちゃ綺麗。結構急やな坂。うわー綺麗。ちょっと写真、あ、めっちゃ冷たい。冷たい？嘘。めっちゃ冷たい。うわ気持ちいい。海も絶対冷たいな。あ、気持ちいいと思う。ちょっと焼けるのちょっとあれかもしれない。めっちゃ綺麗じゃん。まあ、でもここはもう飯あるから。そうやな。足だけ使って遊ぼう。うわ海藻うまそう。うわ海藻いっぱいやん。見てみんな海藻。うわ海藻うまそう。あ？
荷物置きたい。うん、ちょっと待って、メガネかけさせて。よし、ちょっと見に、あ、荷物置くか。なんちゅう綺麗さですか。うわ、こんななんですな。綺麗。え、ぬる、待って、ぬる、ぬるいで。魚探す、魚。うわー、ぬるいな。あ、魚おる、魚おる、ほら見て、魚魚魚おる、そこ魚。なんでそんな反応鈍い。たまやん、ちゃうね。これ、濡らすつもりなかったんけど。あ、濡れた。でもすぐ乾くわ、買いパンやろ。すぐ乾くわ。入ったもん。うわ、綺麗。これが五島の海でございます、皆様。激激綺麗ですけど。ふはー。はい、濡れたくないのでこうしますけど。うーわ。ちょっと濡れたくないんですか、とまくし当てあげてますけど。めっちゃ綺麗やん。あー。綺麗な。思ってた以上にエメラルドグリーンやな。みんな服着てるけど大丈夫かな。焼けて顔めくりやん。大丈夫か。アイクも塗って、焼けてるのに。肩な、肩痛いんだよ。気持ちいい。肩塗ってくっさい、ケツくっさい。はい、こっちもお願いします。自分で塗れやる。ありがとう、 Thank you。おー、多分濡れる、濡れてます、私たち。イエーイ、海です。今からね、あのご飯食べに行くから、一旦海のこうなんでチャプチャプしながら、終わってから違う海岸に行きたいなと思います。ここの海岸名前なんやったっけ。なんかちょっと漢字難しかったところです。まあ、だから椿茶屋っていうところに今から行くんですけど、椿茶屋の近くの海水浴場です。ここもすごい綺麗ねんけど、もう一個の方行きたいから、もう一個の方行きます。なんかもう不思議やねんけど、れんちゃんが海入ってんの。不思議、海けえへんもん なんかあんまりな。楽しいやろ、チャプチャプしてるだけやったら。うわ、浮き輪で、まあ、あんまり奥まで行ったら危ないから、綺麗し、うー、歩いていく感じ、こんな感じで。ラン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 きた。ちょっと休憩してます。今アイスコーヒー買って休憩タイム。いい天気でよかった。アキ上のなパーカーを買ってきてんけど、あ、持ってきてんけどと思ってんけど忘れてしまってて、でどうしようと思って、焼けるやんなって言いながらちょっと今ビビっております。もうすでに焼けてるけど、やばいな、やばい、汗が、こんな汗が来るのがなかなかない。汗ポットボト、ポットボトやろ。うん、やばどんどん出てくる、どんどん出てくる。ありがとうございます。あ、はい、椿茶屋に来ました。今から椿茶屋に行きたいと思います。うわ、綺麗。ここ通っていくわけですな。
もうすでに汗だくですけども。うわ、すごい綺麗。綺麗。海を眺め、お、でかっ。高っ。うわ、でかっ。ほらほらほら。うわ、綺麗。うわ、涼しい。嘘よ。すごい。燃やかれている。じゃん。海が見える。うわ、焼けたらカットしますのでね。うわ、美味しそう。今からこれを食します。結構でかいで、アイビの手がこれぐらい、結構でかいです。これニシン？何やの。はい、ウルちゃんこっちで、はい、ありがとうございます。うん、ハイボールみたい。じゃあ食べます。食べてください。お、すごい、めっちゃでっかい。お魚を押さえて棒をくるくるっと回して、棒を取ってから食べた方が食べやすくなります。お、お魚を押さえて棒を取って、お箸でいける、手でいける。おお、湯気が。これはサバですか。ネリです。カンパチの子供です。カンパチの子供。カンパチの子供。へえ。すごい。焼きながら食べてください。はい。で、最後におうどんとデザートにアイスが出ますので。はい、うん、おいしい。おいしい。お餅ですね。わかころ餅。最後に焼いて食べた方が。はい、ありがとうございます。そちらに塩と柚子胡椒と醤油と置いてます。味が足りなかったらつけてください。わかりました。こっち置いとこか。美味しそうじゃん。それじゃあ乾杯しましょう。はい、乾杯。乾杯。サザエも、サザエもできてるんじゃない。多分できてると思う。燃えてくれてるからいけてると思う。うお、すげえ。これをこうやって取るっていうわけですね。あ、ありがとうございます。これもできてますよね。そうです。もし冷たかったらもっと温めて食べてください。なるほど。一応醤油は入れてますので。はい。でかくね。おお、こういう淡白なお魚好きなんだよね。いただきます。おいしい。てか、なんか漬物あった。うん、魚おいしい。魚美味しいの。うん、魚美味しいの。美味しい。なんかちゃんと程よい油が乗ってるな。うわ、お腹の周りめっちゃ油乗ってんねんけど。骨いっぱいある。食べれる。うん、骨いっぱいある。塩めっちゃ効いてるで。うん、うわ、すごい。ちょっと待って、それすごい。うわ、美味しそう。はい、お皿の上で焼いて食べてください。わかりました。さっきのイカですね。はい、はい、これはもうこれでとこうか。さっき焼いてたイカ、これアオリイカ。美味しかった。美味しかったってどういうこと。じゃあ美味しい。今まだ口に入れる。一緒のようなことです。うわー、サザエです。美味しい。涼しいし最高やん。柚子胡椒つけてみようかな。これ何食べればいいの。あ、そうやな、早食べよう。柚子胡椒ブレで取んねやろ。あ、爪楊枝で取るタイプか。めっちゃやるから。そう、これ柚子胡椒、爪楊枝、柚子胡椒つけますけど、何でつけるの。爪楊枝ですかって。これ醤油つけてもいいかもけど。イカです。アオリイカ。五島といえばアオリイカだそうで。いただきます。うん、めちゃくちゃ美味しい。うん、こっち、ここ食べていい。ここ何個絶対美味しい。食べます。ここ絶対美味しいやんな、何個ってのところ。これ食べな。
最高。魚も美味しいし。見て、肉がある。うん、もうお腹いっぱいになるな。あ、柚子胡椒めっちゃ美味しい。ってこと食べた。え、柚子胡椒うまっ。美味しい、魚ちゃん。んおいしい、これ熱いかな。あ、熱い。これ食べたいけど、あ、貝殻。え、肝を外れた。ではおさざいをいただきたいと思います。おさざい。いただきます。何おさざい。うん、でめっちゃ美味しい。エグチョピン、うん、はやちょピンやな、めっちゃ食べんの。ピーマンもこれなの。ここの醤油美味しいな。キモお願い出てきて。あれでも大好きなキモちゃん。マジか。待って、奇跡が起こりそう。キモ全部食べた。嘘やめて、出たで。え、ないことないで。切れてた。切れてた。めっちゃぐるぐる、キモちゃん。あやき、ここが大好き。砂感出た。なんかでも、海苔の味するんだけど。やっぱ海苔食べてねえな。だって緑やもんな、ほら。食べてみる。え、後藤の素材は海苔の味します。緑やもんな、わかるかな。真緑。なんかちょっと、うん、何つけて食べたのこれ。ピーマン、塩とか柚子胡椒。ピーマン、うん、魚がやっぱり海苔もあるな。そうやな、キャベツをこのサザエの醤油につけて食べる。うん、このお塩絶対いいお塩や。うん、お塩おいしい。黄色のピーマン、あ、2枚ついてんねや。うん、おいしい。あ、みんなうまい。うん、油のとこ行って食べる。一回食べてみる。うま、うん、今無理やったら。そっち食べる。いや、またこっち食べてみる。うん、塩つけて食べてみる。油が無駄かな。うま、うん、びっくりして。おっさん、まあまあ、おっちゃん。じゃあ豚肉食べます。めっちゃ、めっちゃ落ちる。それは完全に落ちるやつやろ。うまいな。美味しすぎ。でか。じゃがいも。
あるあるあるこの辺食べようと思ってな、パクって私顔が目を高くなかったら食べるのに向けたうどんって後藤うどん、うん、ふにゃふにゃなってたら食べれるって言ってたよ。ふにゃふにゃじゃないよ。ふにゃふにゃって言ってたで。あ、それ食べる。こういうこと、いけんの。食べる。食べ。あ、かんころ餅です。真っ黒ふ。なんで、うん、昨日のやつとまたちゃう。いや、それさ、金箔を食べたから、うん、ちょうど、ごま入ってるから、あ、ごまの風味が美味しい。え、ごま入ってないからどうするよ。入ってるもん。ごま入ってるやん。ごま入ってるやん。うん、どう、全然やろ。美味しいわ。うん。美味しい。美味しいな。うん。うどんです。天かす入ってるの初めて見ましたけど。うん。これはばあちゃんよく入れてましたけど、この天かすはちょっと初めて見ましたね。いただきます。柚子胡椒入れたら美味しいよって言ってたけど、うん、まず最初のまま行ってみるわ。美味しそう。もはやこの細麺が特徴なんかもな。稲庭好きやから好きなんじゃん。どう？美味しい。めっちゃうまいやん。シンプルザイズベストやな。何のだ？昆布かな。昆布だし。いや、なんかこれ昆布だけじゃない。なんか魚の中でだし使ってんじゃん。そうなのかな。うん、やっぱめっちゃ美味しい。ベイベー。ゴミを捨てないで、みんな五島来て、みんなで五島の綺麗な海を守りましょう。いろんな国の人が来るんですね。うわー綺麗。はい、今から海に行きます。でっかい浮き輪を持って行きます。それではレッツゴー。え、浅い？浅いな。確かに浅いです。アイキはちゃんとシュノーケルをお母さんから借りました。でもゲンちゃんは子供用のカニさんでこうやって喉くらし。おったまげ、浅い浅瀬がずっと続いてますわ。サーフィンできんじゃん。わお、ぬる、めちゃぬるや。すごいとこまで行ってるやん。早すぎない？早すぎるんですけど。うわー綺麗。めっちゃ綺麗じゃん。海の中見てみるかい？うわー、波乗りジョニーやん。めっちゃ波乗りジョニー。来た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 。うわー。クラウデ。
この波やばい。なんか意外と意外とうわすっごい波だ。うわすっごい波です。うわすっごい波です。すごい波でございます。てか浅瀬ちょっと危ない。あんまり奥まで行ったらちょっと海初心者なのになんであんな奥まで行ってんのやろ。不思議やわ。ちょっと大輝の言うこと聞いてくれ。はい、カニさんで遊んでますわ。カニさんで。あんまり奥行ったらあかんで。あんまり奥行ったらあかんて。あのね、ちょっと言わせてもらいたいんですけど、あの人ね、あの海に行かないんですよ、もうそもそも。多分アイキ行ってるとこほぼ見たことないんで。うわ波やめるって。首のちょっと今首痛めてんのに来た。にゃん。うわ波すごい。来てる来てる。もうないよ。なんだすごいじゃん。ちょっと今ゴーグルつけますわ。うわもう波。うわ波で前に進めない。うわ綺麗な。マジ綺麗。マジマジ綺麗じゃん。うわおいおいぽーのおい。潜ってみる。口のとこに小屋。これだ。え、見えへん？こうやってして。待って、別に。こんなに。すぐに舐めてるから。そっか。おおすごい。ちょっと待ってよ。来た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 。でかいの来た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 。なんかコント始まるみたいな感じやね。大丈夫それ。これがあるから相手は何もできやん。全然できん。やばいやばい。来たあやきはさ、こういうロマンティックな海水浴を求めてたのにさ、ええ加減にしても。全然首痛めてました。私はもう終わりです。ぷかぷか。私はなんか首、昨日さ、なんかやっぱやばい、首痛いのに。綺麗。
ぽい。ぽい。なんか全然暑くないな、やっぱり。これで焼けるんやろな。来た。これは割とでかい。高波が後ろから。こんな感じです。今日はですね、もう潜りたかったんですけど、なんか首が痛くて、なんか昨日やっぱ何枕が合わんかったんかな、枕が合わずに首がちょっと痛かったので、今日はちょっと潜るの断念したいと思います。せっかく午後お風呂借りたのに。まあそういう時もありますよ。今日は潜らんでいいっていう日かもしれない。けんちゃんも怒れへんし、ということでナミと遊びたいと思います。ナミ、うわこっちから見たらすげえ。波の後見んのいいかも。ぷかぷか浮いとります。ぷかぷか浮いとります。来た。ちょっと待って、今のはやばい。耳取れてない？ついてる。いっぱい持ってる。見えんだが、これ全然何も見えないんだが。これ1個しかない。浮き輪やろ。たびたび今浮き輪いらんかも。あ、そう。めっちゃ暗って。やだもう何もういい。助けて。もう勘弁してくださいって感じです。もうはい、私の海水浴はもうここでおしまいです。首痛いとでね。でもやっぱり海が綺麗かったら最高ですね。こんな波でも受け入れる。ちょっとアナウンスが流れたんですけど、さすがに波ちょっとでかいと、奥まで行かないでくださいっていう警報が流れました。ということで私たちはもう今陸に上がりたいと思います。安全のためにね。この時元ちゃんアブに噛まれました。黒い服は控えて白い服にした方がいいかもしれないですね。でも2週間ぐらい治らなかったので、ちょっと気をつけた方がいいかもです。ポニョみたいな場所ですけど、これガソリン入れて一般車行けるんですか？地元の人しか無理とかあるんですか？どうなんですかね。あー釣りしたいなー。あ、いいっぽい。いいっぽいな。入れれんのこれ。聞いてみ。すいません、入れますか？今からちょっと足を見つけたので入りたいと思います。じゃんじゃん。なんじゃない？ここ入らない。あ、もう分かんない。助けたいけど刺されたら怖いから、先ミミズ助けてないと。申し訳ないけどミミズは助けられたけど、
もうそれ信用してするな。気持ちいいけどな。気持ちいいけどだいぶ汗かくんだ。でもさっき涼んでた。気持ちいい。でもこんにちは。こんにちは。今来たでしょ。今、はい、うん、ね、また救急車になれば気になってて。そうやね、うん、暑いからね、今今度なんか、また来た、今度また来た、消防、あ、消防か、あ、消防車、ほんまや、倒れたのかな、暑いからね。カフェに行きたいと思います。わ、ビールあるやん。かわいい、めっちゃかわいいやん。アイクのマンゴー&マンゴーにしました。とうちゃんもアボカドのやつと、あのコーヒー嫌いだから、めっちゃおしゃれ、ね、持ってるんで、はい、コーヒーブラックでよかったですか。はい、はい、はい、どうぞ。かわいい入れ物。フグおる、フグ、フグぷかぷか浮いてる。アオリイカは浮いてないですかな。あ、青色の魚、ドリおる、ドリ、ドリおった。なあなあ、ドリおるで、ドリ、はい、わかった、大丈夫やって、見えてるから。ドリおる、見えるかな、みんな反射で見えへんか。ドリいます、ここに。うわ、なんかピップエレキバンみたいなの浮いてんねんけど、ピップエレキバンみたいな。うわ、めっちゃドリおんねんけど。青魚、青魚、青魚、
なんで8、もうまだ8月にもなってないのにこんだけあれなんやろね。はい。怖いよな。変な虫来ませんように。いやでもなんか結構疲れてはる。結構疲れてるということは結構遠いということですね。ちょっとビビってしまいますね。わあ綺麗。すっごいここのちょっと足でも踏み外したら転がっていくから気をつけな足元。すごいほんまにトトロやん。ほんまにトトロです。蜂が怖いからなんせ蜂をいかに。すごい鳥鳴いてますやん。どこ？近くにおった？もう息を潜めなあかんで。ここ言ったら我々が森にお邪魔してるから、彼らの言ったら蜂とか虫とかの住んでるところに我々人間が足を踏み入れてるから、もう息を潜めなあかん。お邪魔しますっていう気持ちでな。わかった？聞いてません。歩道側は危険。どういうこと？歩道側は危険ってどういうこと？うわ待って、めっちゃ綺麗やねんけど、なんかびっちりびっちり草が詰まってる。ここ崖なんですよ。足踏み外したら大悪い。超綺麗ですけど、あ、なんかカサカサっと打ったと。なんかおるぜ。ちょっと今から真剣に集中して虫を探したいと。ほんまやな、クモの巣おるな。ほんまやな。大げさ。気をつけや。調子乗ったらあかんね。うわ、すっげえ、すっげえ道。帰りは大変で。さっきの女の子たち、さっきの女の子ってカップル、もうぜーぜー言ってたよ。怖いわ。まあ、試練と思って。試練っていうのもおかしいな。運動と思って、楽しく、おしゃべりしながら行こう。いや、ボクサーみたいに降りる。降りるな、降りる。調子なんだ、調子なんだ。こんなとこ、歩いたことないんやけど。なんか、平岡のさ、生駒山上遊園地のところ、生駒のところか、まで、私は学校がその辺やったんで、登山させられてたんですよ、授業で。させられてたって分かんない。まあ、すごいね、大変、登山したんですよ、授業で、登山があって。そんな時にこういうとこ歩いたような気があるんですけど、こんなに楽やったかな。下りやからかな。帰りちょっとしんどいかもしれへんね。
おっとろし。海が見えてきましたぜ。カーブなってる？急カーブやな。じじじじじじ、急カーブでいい。な、山、一山越える感じやな。言ったら。海からの強い、潮風を直接受ける海、海岸の、斜面には、まさき、誰それ？トベラ、ハマグリ、オニャーブソー、うん、オニャーブソーテンツ、もうちょっともうカタカナ、など、潮に強い、動物が生息しています。特に、風の強く当たる場所では、刈り上げ、刈り込まれ、多様の外観の定期林が見られます。ごめんなさい、何言ってるか、ごめんなさい。わかれ。すいません。IQ が低いもんですいません。どういう意味やろうか。まあ、とりあえず、いろんな生き物がいるよってことですよね。すいません、ちょっとよくわかんないですけど。ちょっとこれめっちゃ急なんですけど、どうしよう。めっちゃ急。ゲンちゃん、あんなとこまで行ってる。一人ぼっちにしないで。お願い。そんな早々いかんといて。ちょっと、やっぱり、ね、やっぱ虫とか怖いですね。これ上から、今葉っぱがパトッと落ちてきて、うわ、虫かなと思ってビクってしたんですけど、これがもし、出た？もし、うっ、お願い神様、お願い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 。蜂もおんねん。黄色の服着てるから。花と間違えるやん。花みたいに綺麗から。ごめんなさい、嘘です。首、もしさ、今みたいに葉っぱでもさ、首にね、パサってきた時に、あいきって結構、うわー、うわーってなっちゃうから、そこをどう対処するか。ちょっと頭で考えて、シミュレーションしとかなんか、常に最悪の事態を考えとかないと、やられる。精神的にやられる。だから落ち着いて、カッパだっても、ハチだっても、そっと、あ、着いたんだな。君はそこに着地をしたんだな。まあ、早く飛び立ちな。その気持ちで、おらないと、来た瞬間、うわー、ブラ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 、って死んでしまうから。その辺は気をつけなあかんですよね。うー、虫がいっぱいおるで、ベイ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 。キルラ。キルラ。すごい急カーブです。どう？もうそろそろ 600m って書いてます。600m ってどれくらい？わかりますね。ないよ。ここ、アイゴは森なんよ。まだ。卵型ハチ。うわ、すごいじゃん。あれ、遠いぞ、まだ。どこどこ？どこまでなん？知らん。正味。もうここでいいんじゃない？あ、あそこか。わからんで、あそこのことなん？あそこ、あそこ、あれやで。え？ちょっと待って。そうなってくると話は変わってくるな。無理無理、こんなんだってどうやって行くんって感じ。あと一個だけ降りてみようか、ちょっとだけ。そうする？まあ見れただけでええけどな、俺は。そうやねんけど、あ、行きます。写真だけ撮っとくわ。うん。一緒に撮っとこう。うん、どこでしたかな？あ、これか。これですね。はい、到着。本当は向こうまで行こうと思ったんですけど、ちょっとかなり遠かったんでやめました。よかったです。写真も撮りましょう。知らん、何の実やろ。ザクロ？うわ、めっちゃごめんなさい。まあ、撮りたかったけど、蜂があったか無理でした。行きはよいよいやったのにな。なかなか休憩しもって行こう。じゃないと、たどり着くまでに倒れてしまう。ゆっくり行こう。昨日のあの山登ったんやで死んじゃうわ。昨日、そうやな。昨日の山は頂上見えてたんや。だからさ、あれやったけど、アイギはでも、違う、斜面が全然ちゃうもん。でもまあ、この調子やったら着くわ、すぐ。ここちょっと乗り越えたら、多分、平斜面の坂やろ、うん。まだマシやで。呼吸整えながら行きや。見えるかな、この汗。あっつ。1200やったから。うん、1200出てたよな。あそこの倍近くあるかな、多分。それは無理かも。うん、700で十分。見れたしな。うん、見れたし。ちょうどいいアイデアな。体力的には、こんなもんです。アイが、18歳やったら言ってたわ。なんちゃってね。汗だくや。海で吸収した、塩化ナトリウム全部流してしまってるかも。でも海でさ、吸収したからこんだけ歩けてんじゃん。大丈夫？落ちたるわ。
どう、大丈夫大丈夫、ちょっとここで休憩します。これは結構大変でしたね。ちょっと歩きや、歩いて行き過ぎ、急に止まったらあれやから。復活早、もっと言うかな、あもう早終わりたい、ね、しんどいの早終わりたいタイプやんな、うん、じっくり行くタイプや。忍耐、忍耐強い。もうまずエビ町でーす。もうここまで来てます。ここは下ってるな。頑張ったで、うちら。これも醍醐味ですね。ちょっとハスキーですね。ちょっとゴール近づいてきたからって余裕かますなって、先ほどし、うわーって書いてたのに、めっちゃ余裕かますやん。ゴール見えた途端いきり出す。うわ、めっちゃ歩き方もめっちゃいきってるやん。うわ、肩で歩いてる。うわ、ステップしてる。落ちろ落ちろ落ちろ。ステップしてるわ、めっちゃいきってるやん。どんなキャーキャー励ましたか。おっしゃ、ちゃうねん。あー、この汗わかるかな、もう全体汗。いやー、いい汗かきましたわ。ほな、絶対あれやと思うで。あ、でもいっぱい飛んでんねんや。うん、1匹だけ。ただのあれやったかな。ハチクマ。あ、上に飛んで、止まってる。見える？あ、うん、飛んだ飛んだ飛んだ。オレンジロード。ロード。でーす。綺麗じゃん。神社もあります。うわ。すごい、夕日めっちゃ綺麗そう。車止めて、うん、写真撮ってもいいけどな。そうやな。じゃんじゃーん、オレンジロードでーす。後ろで写真撮ってますわ。なんて綺麗でしょう。ここが私の自慢の自慢のとこで初めて来ましたけど、ばあちゃんの田舎です。ばあちゃんはこんなに素敵な島で生まれたんかい。そうなんかい、羨ましいぞ。さっき鹿おってんけど、鹿。え、待って、めっちゃ可愛い花が咲いています。見て、可愛くね。これなんていう花やろな。めっちゃ可愛くない？ここ紫って感じ。あ、え、実になってるやん、実。ポンポンの実。え、これなんやろ。これ絶対溶岩やん。絶対溶岩やと思う、あいつは。なあなあなあ、これ絶対溶岩じゃない？溶岩。なんで？溶岩。オレンジじゃないな。オレンジじゃないな。まあ、火当たってないからかも。うわ、トンボめっちゃ飛んでる。トンボパレードです。じゃんじゃん、じゃがじゃーん。鬼だけに来ました。なぜならば今日星空を見ようと思ってね。星空を見て今日はいい睡眠をとりたいと思います。はい、交代で見てくださいね。はい、真っ白い輝きが2個ね、やってみるよ。ちょっと見てみるよ。ちょっと見てみるよ。1 2 3 4こうやって、OK。
そうですね。はい、どうぞ。すごいな。ぷよん。皆さん、織姫と彦星は結婚してると思いますか？それとも、カップルだと思いますか？それともお友達か？何なの？はい。国際宇宙ステーション。どうぞ。すごい。友達、ありがとうございます。初めて見た。多分、初めて見た。説明しよう。国際宇宙ステーション ISS は地上から約 400km 上空に結成された巨大な有人実験施設のことである。宇宙空間で重力の影響を受けにくいという特殊な環境を利用して実験や研究、そして地球や、天体の観測などを行っているのである。これこれ ISS 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 ISSすごいやろ。すごいな。ようわかったな。うん、すごっ。人工衛星だったよね。すごいな、すごい。皆さん、よう見えました。皆さんね、相当運がいいですね、これ。へぇ。結構明るいですね。すごっ。明るいね。そうなんや。どうやって、ちょっとアップしても見えませんって。そうなんや。いやー、よかったね。消えるんや。素晴らしい。すごい。写真撮ってる？動画でも。見えなかった。撮った。撮ったね、見えてね。ほら、なんだっけ、ほら。ほんまや。さようなら。バイバイ。さようなら。はい。ほんま消える。あ、消えた。昨日のとは違うんだって。動画撮れた。これ何のパンかわかんないんですよ。何のパンかわからんけど、なんか白くて可愛かったから買います。じゃーん、写真が。